4回も落ちてるわけだから、そもそもその、まあ、政治家やりたかったわけですよ。よくね、まあ、確かに知事辞めて、あの状況で立候補したなという意味では、いや、まああの我ながら大したものだと思うところはあるんですけれども、なぜ辞めたのかを自分から説明しないじゃないですかえ僕もしたからね。 もううつまなないこと言よよって感じがすするわけですよだって別に僕はちゃんと説明したいしそんなの分からない人がいてもごまかせるんだったらそれでいいよねっていう感じで進めてるんであそのパターンねと思ってるんですけどあなた自身はさ人としてどう,よどうしたいと思ってるのありとあらゆるものをけなしてそれ楽しいのってこう聞きたくなってるけど僕はろゆきさん嫌いだからねいや僕はあの米山さんに厳しく当たることはあるんですけど嫌いではないんですよ どんな政策に一番力を入れてるんですか名目賃金上げるって言ったのはすごい正しくていい,い,いなと思うんです物価が、えー、10%上がってるとします名目賃金が2%上がりました実質的には8%分可処分所得は減るわけじゃないですかでも2%名目賃金上がってるからいいよねってことですか俺の説明聞いてる聞きました <laughs> 聞いた上で今僕言ってます答えをいただきたいんですけど実質賃金を目標にするんだけれども それはまず名目は上がることを見た上で、かつ他の要因でもしインフルエン,ジンが高かったら、それを潰していくって書いてもいいんだけど、ただ分かりづらいから分かりやすく書いてるって名目賃金を上げるといって、実際に可処分所得が減ったとしても、それは別の要因だから分からないよねいや言ってない、言ってない、言ってない、いやほ本当に説明聞いてます <laughs> 僕はどこにここにに ここで、はいフルーチャーなかな出ない <laughs> じゃあ、抜きで <laughs> <laughs> いや、ほんとそうそう、ね、<laughs> マジかみたいな <laughs>、ね、いやいやいや、僕も結構遅刻してますから、そんなんの別に気にしない方なすいません、本当。すいませんじゃあ始めていきましょうはい、それよろしくお願いします5秒前、4、3、2、1 リハックスペシ…え、リハックス <laughs> 何回やってるんですか、はい、このくりすいません、本当。<laughs> この番組は日本や世界の根本的な問題に新しい視点を提供し再定義する雑談番組なんですけれども平さん、今日はそんな番組にふさわしい、はい、ゲストにお越しいただきましたからよろしくお願いしますはい、よろしくお願いしますえー、本日は立憲民主党から米山隆一議員にお越しいただきましたよろし,しまよろしくお願いしますよろしくお願いします,しします西田さんはあの、ほぼ準理家なでちょっと紹介は割愛しますあ割愛するんですか <laughs> ちょっとちょっとい今日は水も出てきて、そうもうね水も出てきてやったと思ったら割愛しないでください。いやあの簡単に二社さん自己あいやいや自己紹介特にないです。あのそうですね雑談番組の隅っこにいて混ぜ返すリアルにいてこう場のあの空気をですねはいあの体感する役割を配しております。よくわかんないんですけど。はい。よろしくお願いします。じゃあ米尾さん簡単にまずは自己紹介をいただいてもよろしいでしょうか。はい。まああのこれねあの。 台本に書いてある自己紹介を読むといいのかと思いますが一応あの東大医学部を卒業して、まあ、お医者さんやってたんですけれども2005年に自民党からあの立候補しましたでこれ新潟国で相手は田中真紀子さんだったんですね。その後2回選挙自民党で選挙したんですけれども落ちてかつ公認争いに敗れて自民党にはいられねえなっていう感じになって日本維新の会に移って2回選挙してやっぱり落ちました。だから計4回も落ちて でも2016年,16年にです、ね、新潟県知事選挙に無所属で立候補したらなんと初当選と、だから初当選が県知事ってなかなか珍しい感じであの初当選して、ところがこれを、ね、またあの1年半で、まあ、あのちょいと自業自得で辞職するという事態になりましてでもそれが2020年には今度は衆議院にあの立候補してあの自民党の泉田さんと無所属の森田明夫さんを破って当選したと。 で今、立憲民主党に所属しているという事態あの状況でございますじゃあ,あの、トークのきっかけ、ひろゆきさんと宮沢さん、何回か話したことあると思うんですけど、まずはハッ0の、ね、視聴者知らない人もいると思うので、なんでじゃ知事をお辞めになった後衆議院に立候補したかっていうところら辺から聞いてもいいてもですかはいでまあ、それはもう、だって、この4回も落ちてるわけだから、そもそもその、まあ、政治家やりたかったわけですよ。 でまあ、よくね、まあ、確かに知事辞めてあの状況で立候補したなという意味ではいや、まわ、あ、れながら大したものだと思うところはあるんですけれどもあの状況ってどんな状況でしたっけいや、まあちょっとねあの、いろいろスキャンダルありましてで、スキャンダルあると、それはね、あのぐらいのスキャンダルだと、それは大層なことになるわけですよ。まあ、しばらくはあのともかくとして、でもそうね、半年とか1年経っても、でまあ、結構ほら、地元にいづらいから東京に来るわけですけど。 東京とか行ってもあの地下鉄乗ってても向こうでこうコソコソってしててでしかも今ほらスマホがあるからスマホで確認してるの分かるわけですよ。でそれはすごいこう結構うつになる状況なんですけどまあ非常にうつうつとした中でもやっぱりこうねあのそれこそひゆきさんともだいぶバトルした当時ツイッターでねツイッターでついつい書きたくなるのは政治のことと。 で、まあ、どうも、俺は、こう、どうやら、政治をやりたいらしいから。まあ、これは、ちょっと、最後までやってから、死ぬかと思って、立候補したっていう感じですけどね。ひろきさん、どうですか、その辺りは。いや、なんか、その。なんだろうな、あの、多分、今日、西田さん、メインで、すべていただいた方が、いい気がする、ね。わ、はい、かりました。<laughs> はい。ひろきさん、あれですよね、フランス、あ、朝だ、ですよね、まだ、あの、すごい朝、早い時間なんですよね。 まあじゃあ朝1時で、はいはい。ああ朝、朝10時,時,で時か、10時。わかりました。はいはい。あのそうですね。えっと今米山先生のそのキャリアのお話あったと思うんですけど、まあ政治お好きだっていうことだと思うんですけど、な何でお好きなんですか。例えばあの医学博士をもってだったりとか、多分アメリカ留学されたこともあるんじゃないかと思うんですけど、むしろそうそういうさまざまなキャリアがあり得るのになぜ政治に。 で、あのお仕事とされようと思ったんでしょうか。あ、でも、それ、僕、昔から、あ、そうそう。えー、昔からやっぱり政治好きだったんですよね。で、政治家になりたかったんだと思いますよ。でも。まあ、正直、あの、ね、うん、あ、結構変わり者なんです。僕、あの、なんだ、なんだかわかると思いますけど。えーえー、かなり変わってる。多分、今変わり者しか出てない,んじゃない。かぜん変わり者みたいなね。えー、ね。変わり者で、まあ、ちょっとね、なんか政治家なんか慣れ、なれないよなと思って。 まあなんかそんな人望もないしねこのクラスの中で絶対あいつなるだろうって思われるようなタイプでもなかったわけでう、ねまあ、そうこうしてこう医者とかやっちゃった <laughs> やっちゃてたって言怒られますけど、えー、まあ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 で世の中の役に立つしいいかと思って医者だったんですけれども、まあね、やっぱりふつふつとあのやりたいなという思いがありそこにちょうど小泉選挙があったんですよねうあの時はほらいろんな人があの入っていい感じがわっと出たじゃないですか。うん みみんなながもう突然参加していいみたいた、うん、やっぱりこの思いを今ここで参加しなければと思って参加したらやっぱり楽しかったってそうやっぱりこれ俺やりたかったんだよ <laughs> と思ってだけどその時は選挙をご経験されただけで政治家にはなってないですよね。 選挙は盛り上がって楽しいって現場の皆さんよくおっしゃいますしい。まず、熱量が楽しいのもあるんですけど選挙で何がいいかって僕の言うことを聞いてくれるその政治家って何をしたいかって結局自分の言ったことを実現したいわけじゃないですかでその第一歩は聞いてもらうことでしょう。ですね 今までそれ一生懸命たまにブログとか書いてましたけど、えー、そのまま誰も聞いてくるだけですよ、まあ、確かにビュー増えないですからねそうそう <laughs> 全然ね、えー、そんなどしろとか書いてあって、えー、でところが立候補するだけでやっぱりそれは政治家の第一歩とみなされるからみんなが真面目に話聞いてくれるんですよ支持者の皆さんとかですかそうそう、えー、街頭だって支持者じゃない街頭の人だって あのちったゃ聞いてくれますよ。そりゃ <laughs> まあまあまあ、で選挙でないときにいきなりその突然僕が何もない状態で、ええ、も,もしかニシダさんが突然新橋の駅前に立って、ええ、マイクで話だし,したってかもも聞かでしょ。それが選挙の候補者なら聞いてくれるわけですよ。それはそのまああの当時自民党からお出になられたということですから、岩盤の支持者の皆さんがやっぱりこう雰囲気を作ってこうくださいますからね。ええ、でいい感じになった。なるほど。 ひゆきさんなんで、今日西田さんメインで進めたほうがいいて <laughs> と思った <laughs> いや、結局、たぶん同じような話を繰り返すことになってしまうので、ひとまずちゃんと政治の話みたいなまっともなのをやって、その後にそれやったほうがいいのかなと思ったので、前半はもう西田先生に任したほうがいいのかなと思ったんですけど、えー、え同じような話というのは。いやき、まあ、その、なぜ辞めたのかを自分から説明しないじゃないですか。えー、僕もしたからね <laughs> この番組初めて見る人もいるので、分からない人は分からないと思うんですよ。なので、分からない人がいても、ごまかせるんだったらそれでいいよねっていう感じで進めてるんで、あ、そのパターンねと思ってるんですけど、でも、それを僕突っ込むと、遅刻してきてさらに空気湧くするのもなんなんで、最初はちゃんとなんか政治信念なりなんなり、一般的な話をしていただいた方がいいなと思って僕、リ田タ先生にちょっとお任しようと思ってる僕はこういうのにちゃんと応戦するタイプだから、ごめんね。 もううつまんないこと言だって別に僕はちゃんと説明したしそんなのよちゃんとネットでもいくらでもあるしでそうやってさネチ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 やりたいんだったらそれ単にネチネチやることがあなたの目的でしょって何にも話を聞こうとしないじゃないでそうやって何て言うかこう人をけなして楽しんでるみたいなのをまあ,あの広げてるのは僕は全然関心しないあなた何したいのってそ,のそれこそ僕にね政治家としてのあるべき姿をこう何て言うか押し付けてくるけれど。 あなた自身はさ人としてどう,よどうしたいと思ってんのありとあらゆるものをけなしてそれ楽しいのってこう聞きたくなるけどね。<僕>どう政う信念を話した方がいいと思うので西田さんに聞いていただいて話を聞くターンを作っった方がいいと思ってるんですよつ,つ,つまり自分はそう僕の問いに対して答えないわけよ。これは常に広さんそうじゃないありませ常に人に対してこうお前ダメって言うだけだけど自分がダメって言われた時は答えないんだよね。そう あ後でやりますって日本語聞こえてますああ、なので、後でやります、これ、意味分かりますあん、分かるよ。で、これもそんなふうに言わなくていいじゃない、はい、だって別にさ、日本語分かるに決まってるし、後でやるのは分かりましたよ。で、そういうふうに何かさ、人を罵倒してこう、なんか自分がね、偉いようなふうにするのやめようよ、つまんないから。はい、そうで僕、この番組、収録になって、回でも罵倒しましまたいや、してると見え、思うよ。 何て言いました？具体的に何て言いました？多くの人は罵倒されていると思うと思います。たっ今だちょっとなんか具体的に僕が言った罵倒の言葉ってどれですか？ちょっと教えていただいてもいいですか？それとも後でやります？教えようか。はい。日本語わかる？それ罵倒よ。あ、日本語わかるって言うまでは罵倒ではなかった。いや、日本語わかるっていうのは罵倒よね。それは言ってんでしょ？それは罵倒でしょ？うん。うん。聞こえてない言葉だったんで。じゃあ言ったじゃん。はい。じゃあそれまでは何もなかったんですね。 でも、その前からおっしゃったことじゃないと思うよ。でも、日本語わかるなんてのは罵倒よ。あ,はい、あ、じゃ、あそれは失礼しました。じゃ、あどう、リで,いいですか、うんはい、人格の話は。はい、どうぞ。はい、じゃ、あ西田さん、お願いします。はい。これ、ね、まあ、ね。ええ、ひさん。現場にないからな。<laughs> この現場で。これね。でも、あれかもしれないな。そしたら、まあ、ひろゆきさんのご提案はありました。けれども。あの、まあ、政治信念はね。後で。政治信念、僕も聞きたいと思います。ただ、やっぱり。今、この話を先にしちゃった以上。やっぱ、その。 しちゃった以上やっぱりそのあ入り口であのひるゆきさんが言ってたそのおやめになった原因を自分の言葉で語らなかったんじゃないですかっていうのをこの見てる人知らない人はもやもやしたもんあ80分ぐらい続いちゃうと気まずいと思うんですよねそこ決着つけてから政治信念の方行くのもいいのかなと思うんですけどそこに関してはそれはね女の女性スキャンダルですよもちろんで、ね、それは僕はもうちゃんと説明したしネット見たら分かるのでどうぞとねそれ以上説明しないのも理由があってねそのなんていうか 延々説明したら、延々新しい何かが出ちゃうわけよ。<私>新しい何か出ちゃうんですか。いや、だから僕、言い方でね。いや、その言い方がおかしい、あ、あの言い方がおかしいって言って。それ,それは、僕、僕は、それあの、政治家として、セルフプロデュースをしなきゃいけないから。それセルフプロデュースとして、全部一回言って、あとは言いませんなんですよ。で、それは別にもう、僕のポリシーだから。で、それで嫌なら、別にいいですよと。で、それで評価してくれたらいい。 でそのポリシーを交えるつもりはありません、以上。わかりましたよ、ひろゆきさん、ここに関しては後でやりますか<い>一応、うっすら聞きましたけれども、じゃあ、そしたらじゃあ、なんで、あの今、西田さんからも質問ありましたけれども、ま、自民党から初めて出てましたけれども、そのあ、ま、一回辞めて、出たのかっていうところは、先ほど聞きましたけどなんで立憲民主党から、くら替えをしてらし、維新か,からですかね、維新から出たのか、そこはお聞きできますか。そこはもう思いっきりもう本当にねそれは 自民党の中の中争いに負けけたわけですよで。しかもさらにもっとあのもう言える状況になったんですけど皆覚,覚えてるかどうかわかりませんけど去年ぐらいにあのそれこそ私が選挙したその泉田さんっていう人が「あのワンレン星野」って言われた星野さんと喧嘩したじゃないですか。僕もあの、まあ、星野さんが県政僕の頃はもう星野さん絶頂期の時だったわけですよ。 星野さんとまあ喧嘩したって喧嘩ったらあした、まあ、僕は喧嘩したつもりないけど少なくとも彼の逆鱗に触れて、まあ、完全に干されたわけですでそしたら絶頂期の自民党の人の権勢を握ってる人の逆鱗に触れるともうすごいもう空気のように扱われるあのいるのに誰も話してくれないみたいな逆鱗に触れた原因はほんとつまんなくてもう選挙あの負けてでまあ 当時から僕はそれなりに新しい選挙をしようとしてたんだけれども、まあ、それに対して星野さんはね、まあ、別に悪気はなかったと思うんだけど、まあ、古い選挙をやってたわけですよ。でそれに対して最後、まあ、僕はこう、まあ、カチンと来てで選挙終わった後ね、ねついブログに当時新しいブログにでかつ星野さん自身よりも僕はこう星野さんの配下のちょっと若い人たちと、まあ、仲良くやったのに。 その人は全部星野さんの言う通りにするわけですよ。で、そこで、もうかなりフラストレーションが溜まったから、最後待たときにブログに。あの、一党航海士たちは正しい舵を取る、取ることよりも。あの、船長を保てたえることに熱心だったっていう。ただ、この一節を書いたわけですよ。それはやんわりと、その。星野さんの部下たちが、星野さんの顔色ばかり伺って。こちらのことやってくれなかったってことを言った、言ったら。もう、それをやっぱりね、ご中心する人がいて。 で最後、もうこれは俺のことだとかって言って、もうそこからは全然いい、ま、でも、ブログで書いたら読まれる可能性はありま、ねあまあ、読まれますけど、で,、まあ、でも、ずいぶん本当に書いてはいるでしょ、だって、一等航海士たちは船長の、星野さんとか,かもちろん書いてないですよ、星野さんだとか書いてないいやまあ書かなくても、<laughs> まあほぼ、がんにする,分分る <laughs>、うんだ、まあ、それはね、若かったと思いますよ、えー、でもまあ、いずれにれそれで、ここにいて、この星野さんが生きてる限り、俺の目はねえなと。 思って、それは、あの、移ったわけです。で、維新。に行った維新と。なんで維新に行かれたんですか。また、当時、一応、まあ。まずね、維新は、今すごく嫌いですけど。当時の維新。今も嫌いな。な今嫌いな。な <laughs> 当時は、結構リベラルな空気。だったと思いますよ。で、当時、一期生、うん、維新一期生ですから、一期生仲間。で、結構、立憲に来た人もいるんですよね、いろんな経緯で。うん、で、その人たちを含め、ずいぶんリベラルな空気だったのが。 だったし、で、まあ、かつ、なんていうか、まあ、やっぱり自民党でしたからね、そう、そう、差はされながら。あの、保守的な方向って言いますかね、保守的で、かつ、まあ、リベラルな、合理的な政治っていう感じで。あ、まあ、リベラルというよりも、そうですね、合理的。合理的な政治。あ、そうですあの、リベラルの定義はいろいろあるから。うんうん、まあ、そうですね、あの。うん、左派という意味のリベラルじゃなくてね、その、ご、ね、合理主義者という感じで、ね、それを、まあ、それは、まあ、空気に合うなと思っていったわけ。ですよ。 で、その後、まあ編成を得られて、今度、立憲民主党、衆議院時代はですね、まあ、知事時代はあれですけれども、衆議院時代は無所属ですけど、共産党と立憲民主党と国民民主党の推薦を求め、最初には、まあ、社民党の推薦も得て、えー、当選されたということで、この編成はな何だったんですか、まあ、自,自民から維新、まあ、に言った分かったと由、ね、まあまず、ね、ちなみにそこでよく映ったって僕は言われるけど、あのう映っとらんと。だってそれはうん そのの維維新新にいたたら維新分裂騒動っってのが起こったわけですよあの東京組っていうのがあのまあ東京組っていうかま,まずは普通にあの橋本さんがね辞めてあの都構想を負けて辞めてで松野さんっていうのが代表になってそしたら松野さんたちは割に東京にいるわけです東京の人の議員だったわけですそしたら気に入らねえって言って大阪の人が分裂騒動を仕掛けて。 からそれがもう許せなかったというかあれはもう今でもほぼ違法行為だと思うぐらいむちゃくちゃをしたわけですよ。でしかもおそらくはあの某自民党の大物の方をバッグに使っておそらくは霞ヶ関も味方につけてやったんですよ橋本さんは多分それは推測だけど。でその時にあの僕は東京組の方であの大阪組の維新と戦って。 でその東京組の維新が結、えっと、の党じゃないな結、えっと、の,の党と合併したのかな東京組の維新があの民主党と合併して民進党になったでそこで民進党になったんですよだからそこは別に僕は全然映ってなくてでしかもこっちが正しいあの維新の合理主義を あの引き継いいのは俺じゃと思っているぐらいです、うんうん、ちなみに高額のためにお伺いしたいんですけど新潟における当時の,その維新にはその選挙運動できるだけの基盤とかありましたゼロあでしょう、ね、そうでもまあその中で僕一応まあ比例でもあと 1%0. 数で通ったし、うん、参議院はまあねそれは4位だったけど、うん、2>, あの2人区で4位だったから話にならないんですけど。 まあそれでもそれなりには勝負になってた、だからそこはやっぱり個人とととして頑張ったところはあると思いますよ素人目に見ても不思議だったんです、まあ、あの別に共産党の考えとか共産党の考えを支持する人がいるのは全然僕も民主主義者にとでていいことだと思うんですけど、まあ、自民少なくとも自民党にいて、えー、まあその後の維新に行った方はまあ共産党推薦を得に行こうっていうのはなかなか素人目に見ると政治のあなんか不思議な現象だなと思うんですけどそこら辺はどうなんです僕、それ全然なでみんなそ,そんなことにこだわるのっていう感じ。 だって僕はもう自分の政策をバンと出すタイプなわけですよ、でももうあのそれこそブログ読んでっていう、も,うものすごい政策書いてあるからとでこれをあので、これを推薦してくれる人を断る理由なんかどこもないわけですよ、なんなら、あの自民党が推薦してくれるなら、自民党に推薦出します、あのどうぞって、絶対推薦しっこないから嫌なだけで、自民党が自分の候補を立てつつなお、米山は素晴らしいやつだと、米山にも推薦を出してやろうって言うなら、断る理由ななんかないでしょなるほど。 ここまでひろゆきさんいろいろお話してきましたけどどうですかいやもうそのなんか経歴の後に多分その政治信念の話になると思っているのでそこも西田先生にお任せしたいなと思います <laughs> はいじゃあ前座としていきますはいあのはい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 これ新しい展開ですねもうこれねリハックスもいつもねこう,もう無茶苦りが多いからもうさっぱりわからないですけど、まあ、ヒビヒビす合理的な政策がまあお好きだっていうふうにおっしゃってる中でちょうど今あの 米山先生お手元にもあの置いてらっしゃると思うんですけど、立憲民主党ですね最近経済政策新しいものをお出しになりました。これの評価いかがですか。あ先生もちなみにこれあの関わってらっしゃいましたか。それほどは関わってないですかね。<あ>でもまあこれはあまり関係ない。いや関係なくもないです。ええ、あのそこの議論には参加してはいますし、納得されてるはい、うん、納得うんいやもうもうちょっと合理的にはできるけど <laughs> あのまあそこはね僕も実は僕はあの自民もあの維新もあの立憲も こう経験したわけですよだから実はね、もうすぐ社民党と共産党とったらコンプリートじゃねえかみたいな感じで各党の状況を知ってる中で要するにどの党もそれなりに引きずってきたものがあってどの党もそれなりにいろんなものがあって全てを合理的にはできないんですよねそれはそうですねその中でまあ立憲の中でもまあ頑張って合理的になったなっていう 方向に来てるちなみに先週の政策あのかいつまんであの見てる皆さんにもご紹介いただくといいかなって思うんですけど、はい,い,いとかがですかね。まあ、あの一番、まあ、かいつまんでそう,そうですね、まああのえー、と出してるのは基本的にはすごく非常に当たり前なところであの、まあ、人を伸ばすとかってことでねで賃金を上げる、まあ、あの名目賃金を上げるんだっていうことを大きく打ち出してるんです。 でそのための方向として、まあ、もちろんリスキリングであったりで、まあ、あの当然の最低賃金上昇だったりで同一労働同一賃金だったりで、まあ、そういうことを打ち出してるっていうことでしょうねで,で一番このポイントは僕その名目賃金上げるって言ったのはすごい正しくていい,いいなと思うんですよ。というのはそれこそ今自民党はあのインフレにして賃金上げるっていうあのアイロンにはまり込んでるわけですよね。だって インフレにした場合ね、例えば3%インフレにしてあの経営者が3%上げるなんていうのは、まあ、たまにいると思いますよいい,いい人が。でも大半の人はいや3%インフレだから2%賃上げしてやるよぐらいなもんでしょだから平均したら絶対そのまずインフレにしちゃったら。 賃上げ追いつかない。どう考えたって。まあそうですね。まあ今ちなみに連合は5パーオ言ってるけど、それやってくれる人もいるかもしれないけど、日本全体であってそれが追いつくなんてちょっと思えない。そうです。ね中小企業を全部実質じゃなくて名目上げる方がいいと思いまで名目、まあ名目はあの名目っていうのはちょっと違ってて、名目賃上げるんですよ。名目賃上げです。でまず、で実質っていうのはそのそれもそれも僕合理的だとは思うんだけど。 結局、実質っていうのはインフレも関わってくるから、よくわかんない。で、ちょっと話もじゃ戻すけれども、で、じゃあ目標としてどうすべきかって、当たり前だけど、賃上げすべきなんですよ。で、賃上げすると、その賃金がやがて価格に転嫁されていくから、やがてそれは物価に転嫁されるんだ。物価上昇をもたらすんだけれども、物価上昇っていうのは、なんだって、物価ってその全部が賃金じゃないから、必ず賃上げよりは低くなるはずなんです。だから、賃上げを先にやっていくならば。 賃上げが実現するならばそれは論理的にあのむしろ名目賃金上がるはず多少なりともインフレは起こるとしたってだって全部が賃,あの賃金じゃないですからねとだからでだから結局名目賃金を上げれば基本的には実質賃金も上がるはずなんですよだからそこまであの名目賃金以上にインフレが起こることは通常は起こらないで最初から実質賃金って言っちゃうとなんていうか パラメータは2つになっちゃいますから、ね、その賃金とその物価とだからどうすんねんって分からなくなるからまずターゲットとしては名目賃金じゃないかとでその中であの、まあ、基本的にはおそらくはインフレ率はそれより低いんだからでもし上がったらそれは別の要因があるんだからそれこそあの、ね、<laughs> ウクライナ戦争が起こりましたとかいきなり原油が上がりましたとかでそれはそれで別途対処すればいいでしょっていうことでまっとなすごいこうまずそこですよねっていう。 まあ今回ちなみに時給円を主張されているんですよねここの経済政策に関してはすか,なんか名目賃金と実質賃金なんか逆に言ってらっしゃる気がずっとしてるんですけどいやいや違う,違うしてないしてないだから実質,、えっと、実質賃金はねそれは最終的な成果としては一番実質賃金が上がるのがいいんだけれども実質賃金っていうのは名目賃金とインフレ率の両方をターゲットしなきゃいけないから。 政策としして難しくなるんですそれをじゃあどうしたらその実質賃金上がるのかみたいな話はいやんならあのデフレにしてあの、ね、インフレ率下げれば実質賃金上がるでしょうみたいな話にもなっちゃうわけですよ。まず最初は名目賃金というのをその整合性が取りやこの政策全体を取り合わせるわけで,すでその上でもちろんあの最終的には実質賃金になっちゃいけないから。 インフレ率が何かの要因で上がったり、別の要因で上がるなら、それはそれで潰せばいいといえことだと例えばじゃあ、物価が、えー、10%上がっているとします、で、名目賃金が2%上がりました、実質的には8%分、可処分所得は減るわけじゃないですか、でも2%名目賃金上がってるからいいよねってことですかえそれこそあの僕も罵倒していい、日本語わかる俺の、俺の説明聞いてる 聞き、ね、ました聞いた上で今僕が言ってます、うん、で質問に対して答えをいただきたいんですけどだからこ,れからこれから言うからね、と,とりあえず今、さっきの罵倒の押し返しをしただけだから、ね一発打たれたからカウント打たないと、ねえ、ね、先ほどから言ってるように、目標としてってことだから、まず政策目標としては、名目賃金をした方がいいと、でももちろん最終的にあの労働者のところに聞くところっていうのは、それは実質賃金だから。 今みたいなこことが起こってるんだったらねそれなんかおかおしいぞとだって2%しか名目賃金が上がってないのに賃金の転嫁で10%のインフレが起こることはないわけですよ。賃金の転でじゃあだったらその理由を潰さなきゃいけない。でも同時に名目賃金を上げてるという政策に対してその政策目標は達成られてるわけだからそれはまあ単にねあのもしかしてあのインフレ率が単にインフレ率がすごい高いから。 あの労働者あの経営者が、まあ、2%ぐらい上げてやるよみたいな話だとしたらそれは全然だなんだけれども,でも、まあ、そこはあとで分解していったらいいじゃないってことなんですよ。別にそのなんていうかその政策の見せようっていうか打ち出しようって多様だから、まあ、別にその今のねあの名目賃金を。 目標ににするっていうのを、まあ、別に実質賃金と言ったったていいんですよ実質賃金を目標にするんだけれどもそれはまず名目は上がることを見た上でかつ他の要因でインフレ率がそれを上がらないことをやってそれをやってくあのもしインフレ率が高かったらそれを潰していくって書いてもいいんだけどそれは分かりづらいから分かりやすく書いてるってわけです。 なんか名目賃金を上げると言って実際に可処分所得が減ったとしてもそれは別の要因だから分からないよねっていうだけの話、ね、いや言ってない言ってない言ってない,<え>いやほ本当に説明聞いてますあの政策っていうのはねいろんなだってどの道複雑になるわけですよパラメーターそれは世の中パラメーターがいっぱいあるからあのそ,もそもそも賃金の決まり名目賃金もあるしイン,あのインフレ率もあるしね。で その,その要因も多様にあるわけですでどれをこうまずトップに打ち出してそこからのこう下につながっていくものとして見るかっていうだけだから最終的にはそれね最終的に聞くのは名目あの実質賃金決まってるわけよで最終的に聞くのは名,あの名目賃金決まっててそれに対するいろんなことは全部やるのはそれは決まってるんだけど打ち出しようとしてそうしてるってわけですよ。 いや別にだから、その実質賃金が大事だよね、じゃあ最初から実質賃金でいいじゃんっていうのを、なんでそのまばりくどいやり方をするのかが分からないってい僕の意見です。でもなんかその方が、一般の人が分かってもらえると思って、米山さんが主張するのであれば、それはご自由にやればいいと思うんですよいやそうねだ、だって別に、広いさん、一般の人じゃないからね、全然、全然一般の人じゃない、むしろ変わりもんだから、あの別にいいですよ、有権者という意味では、僕、一般人だと思いますけどいや、それはまた話の言葉の定義が変わってるから、だってあなたが今言ったのは、 幅広い多くの人に理解でできるかかどうかって話でしょ別に単なるあの特殊な人かあの政治家か一般の人かっていうんだったらだってその一般の人の中のさらに、ね、2SD みたいな人だけを相手にしたってそれはあの選挙で勝つか勝たないかっていうのは難しくなるわけじゃないですかだから選挙で勝つか勝たないかっていう意味ではあの幅広い一般の人を見ればいいわけですよでその時にねそれはもちろんさあどっちが本当にいいかそれは分かんないですよもしかしたら実質賃金って言った方がいいかもしれない。でも 名目賃金って言い方もそれはそれである種の分かりやすさがあるわけですよだって名目は上がった上がらないって判定しやすいからねでもそれはあの確かに廣市さんが言うみたいにその打ち出し方が失敗するかもしれないそれはもうある種の賭けとしてそのスパッと言える名目にしたってことですでまあ僕はそれはあの賭,けで賭けの要素があることは認めるそれはあの みんな人から見たら今みたいなね、ひろゆきさんみたいな、まぜっかしというか、いやでも、それはお前、結局じゃあ10、10でもいいのかっていう人が増えて、理解されなかったら、それ失敗だけど、まあそこはも結局、どっちがいいか、かかけようするしな結局、まあ、じゃあここまで聞くと、説明の上を曲折にもありましたけど、実質賃金が上がることが最終目的だってのは分かります。 そのために、まあ、じゃあそのための、まあ、初めのファーストステップとして名目賃金も上がらなきゃ当然だめでしょっていうところでの分かりましたじゃその名目賃金、まあ、その先に実質賃金ですけど上げるために具体的にはどのような政策を賃上げのために考えてらっしゃるんですかでそれがさっき言ったみたいに、まあ、すっごいシンプルなのがそれは最低賃金上げることなわけですよだって最低賃金上げてきゃそれだって最低賃金以上になってくわけだから、ね、やっぱりあの量の研究でも、ね、最低賃金上がると、まあ、その そこに引っかからない人も大体上げるってそれやっぱり最低賃近くなるとあのかっこ悪いっていうかっこ悪いって方なんだけど、まあ,あ私最低賃金近くなのっていう労働者から言われて経営者のほうも次の公開にときに上げないといけないですよね,、はい、ね。でまあやっぱり上げるはプレッシャーになるわけですよね、えーまあ、最低賃金上げるってすごいシンプルだと思うんですよね。であと日本の状況に対してはやっぱり同一労働同一賃金をそれはつ作っていく法制度を進めていくんでしょうね。で はやっぱり今その派遣なりその非正規なりで安くあの働,かい働いてる方々の賃金が全体を下げてるわけですよでも一方同じ労働で同じあのより高級を取ってる正規の方いっぱいいるわけだからまさかその同一労働同一賃金だから全部非正規の方には合わせるってことはなかなかできないと思われる現在の法制度上も。 賃金勝手に下げられないじゃないですか。ただまああの実際起きているところで言ったあの郵便局ですねとかを見るとその悪い方に合わせていくってのは結構日本で行われてしま,い、まあ、しまって干、ね、懸念されるところではありますよね、うん。ありますよね。うん、でそこはでもそれこそ法制度でちょっと上げていかないといけない、ね。そうね下げちゃダメだよとで一応その <laughs> 労働者のその合意なく下げちゃいけないはずなのででそこは下げちゃダメだよっていうことで上げていくっていうことでしょうね。であとはその 実はやっっぱ労働組合を強くすするって大事だと思うんですそれはまあ大して法制度というよりは労働組合運動を盛り上げましょうみたいな話になっちゃうけどだと思いますであとこれちょっと僕はちょっと言いづらいんだけれどもでも同時に言いづらいなりに実は公言してるあの立憲に入る時に公言してるんですけどいろいろな制度を整えた上であの無目的あの何でもかんでもできるっていう意味じゃないけれどもあるところでそれは金銭を伴う。 解雇制度というのはそれは作っていいいいかないいなきゃけと思いますよそれは僕は最初に入るときにそもそもここで言ったことに対しては怒られると思うけど立憲に入るときに「いや僕そういう趣旨であの意見ですから」って言ってるので根本的に怒られっこはないっていうことですけどね。金銭を伴うっていうのは解雇するときに、まあ、手当てみたいなものを支給するってことですか、えー、それはもちろん何でもかんでも金銭払えばいいって意味じゃないんだけどというのはその、まあね、人口を今僕知事をやったときに。 今その高校の非正規先生ってすごい問題になってるじゃないですか高校で非正規の先生って問題になってるじゃないですかあの先生が今非正規なんですよね多,多くの人は,多く,は多くじゃないですかい結構多くないす,すみません、えー、あの非正規の人がでも増えて結構,、うん、結構いるじゃないですか人手不足とかマッチングの失敗ですね<う>あと退職者が多いことだと,いといやであとそれを正規で雇えてまあ知事はすごいそういう賃金を受けるんですけどそれできないですな,なぜかというともう人口が減少していくのは分かっているから でそううすするるるともう生徒のの数が減るのはかるわわかけですよだって今の6歳の人がそのまま上がってくるわけだからでそうすると先生の数は必ず減らさなければならないという将来が見えている中であの全くその雇用あの解雇ができないとそれはもう解雇を正規では雇えないになっちゃうんですよね。でそれはこう先生に限ら先生はその人数が見える人数の縮小が見えるというのは今みたいに分かりやすいけれども。 地方の縮小ででは同じこことが起こるわけですよやがてマーケットがへっ縮んでいくのは誰もがわ実は知っているその状況下で介護が全くできないとむしろ人を雇えないだから正規で雇えない、ね、えでそうするとむしろあの例えば、ね、あの半年とか1年とかもう十分リスキリングもできて次の職場に行くまでの間は暮らせるぐらいの 金銭ををとというものを保証前提としてでしかもそういう市場の縮小みたいなものを前提としてあの解雇できるってした方がむしろ正規雇用増えるこの後とひろゆきさんに聞こうと思うんですけどその前に西田さんその政策って自民党となんかどこに差異があったんですかねえっとですねまずあのそうですね、まあ、自民党も必ずしも金銭解雇かということに合意してないはずですね今のところ。 でちょっとまあ思ったのはその金銭解雇の可否の問題とそれからあの同一労働同一賃金の問題を区別して考えればいいんじゃないかという気はしました、うん、つまり非正規の先生の待遇を改善するならば。 まあ言ってみれば、その人気付きの雇用の教員とかでも、まあ問題ないので。まあそこから一足飛びに金銭解雇に、まで行かなくてもいいんじゃないかということが、まあ一点と。あ、そうですね。それから、もう一つは、あの労働組合と立憲民主党はかなりこの後厳しく扱っているので。結構怒られそうな気は。いや、怒られ。で、まあ僕も、あの怒られるは怒られるんですよ。だけど。同時に、まあ、今はね、そのおっしゃったみたいに、同一労働同一賃金でいいんだけど。 やがて縮小していく地方においてそのやがて撤退しなければならない企業で維持しなきゃいけないわけです、うん、ただからまあ<す>教育ってのはまあ,あ,あ、まあ、教育に限らず例えば、うん、限らず、うん、そのいろんな企業がこう縮小の中でやっていかなきゃいけない、うん、それにおいてやっぱり人員の流動化って本当にこうなんていうかこう 喫緊の課題なわけですね、単にその経営としていいか悪いかとかって話じゃなくて。うん、その、じ。地方の公共体を維持するためには。縮小撤退を前提としたプランを作るしかない。うん、ここまでどうですか、ひろさん。まあ、僕は割と金銭解雇賛成派なので。 で、まあ、その教育みたいな話になりましたけど、まあ、例えば分かりやすい例でいくと、大企業が、うんと、じゃあ、ファックスを作ってる大企業があったとしますと。で、ファックスシミリっていうのはめちゃくちゃ売れていました。その時にバンバン人を雇用しました。で、じゃあ、社員1万人います。その時代は良かったんですけど、20年経ちました。ファックスなんてみんなほとんど買わないよね。でも、その企業というのは、その1万人を解雇できないんですよね。よほどのことがない限り。 で、他の会社とかがもうファックスとか売れないから IT やろうぜって言ってても、1万人分の雇用の給料を払い続けなきゃいけない会社っていうのは、他に挑戦したとしても、そこのコストが高すぎて、じゃあなんか IT やろうぜって言ってる会社の方が、やっぱ機敏に投資もできるんですけど、1万人の社員抱えてると、この社員の給料払わなきゃいけないからそんな投資できませんって言って、みんなで沈んでいくっていう構造になっちゃうんですよ。 なので、時代に合わなくなった業種業態というのの人の首を切るというのをやらない限り、まあ、時代の変化が昔は遅かったので、別になんか、20代でなんか工場で働いてたり人が60代まで同じ工場で同じラインで働いてるっていうのはあったんですけど、今は変化が早いので、なので10年間でもう業種業態は変わりました。じゃあ、この部門というのはもうなくしますっていうのができない限り、大企業の方が負担が増えちゃうんですよね。 なのでその東芝がその売れる部門としてその半導体があったんですけど、その利益のある半導体を売っ払って、何もできない人たちを残し続けるみたいになって、むしろその未来があるものを手放して、解雇できない人たちを食わすっていう、そっちの方向になっちゃってるので、なのでシャープが潰れてリストラ、台湾の会社がリストラして、またシャープが利益を上げたりとか、なのでそのリスト側が手からできる構造っていうのを法律的にないと、今後はかなり厳しいんじゃないかなと思ってるので。 金銭解雇に関しては賛成ですでちなみにちょこっとあの補足するといや大ぎそうなんですけどちょっとあの違うのはじゃあ日本で本当に解雇できねいかっていうと実は全然できちゃってるんです特にあの、まあ、結局それ人,人っていうか例えば中小企業とかでいくら守られてるからってその、ね、いつも社長と顔を合わせるような時に社長がお前首って言っていける人なんかなかなかいないわけですよね。だから 実は中小企業とかではボボボンンン解雇されてるわけですで,でも今ひろゆきさんが言ったみたいにむしろそのコンプライアンスをしっかりしてる大企業とかは抱え込むみたいなとこがあるんですよ。で一方そのじゃあ中小企業の方でボンボンあの解雇できるからそれでいいかっていうとそれはまたそれで何ていうかこう変にエモーショナルな話になっちゃうわけそのその中でもその解雇された人の中何人かに一人はやっぱりこんなおかしいっていうと。 でそうすると今度は経営者の方はいやああだこうだああだこうだとその人の悪いところをダーッと出してきてねなんかお互いすごい傷つくみたいなことが起こるんですよねその解雇するで解雇する側だって実は傷ついてるみたいなやっぱそこはなんか一定の合理的なものを入れた方がお互い傷つかないんじゃないのとで現に実は解雇してるんですよ本当のところでそこにちゃんとしたルールを入れた方がいいんじゃないですかっていう気がするんです 緩和反対ととは何事か,とか違うな解雇規制、えー、とは何事かとかって言い出すとこう盛り上がっていいんですけど実はですね僕は解雇規制に関してはですね今お二人の認識とちょっと近いところがあって僕はもうなとと、ね、つまり大企業界と、まあ、中小企業界これやっぱり全然違う世界になってるとで大企業界は比較的余力が大きいのでまあその金銭解雇のその、まあ、金額ですねそこに対して年収と合わせてきちんとその 適切なまあどち,かどちらかというと労働者に甘いんですけど、まあ、労働者に対して適切なあそうですね、えー、年収分というのがカバーされるということがまあ大事になってくるかなと思いますね。でちなみにままあああのそうですね、まあ、先ほど賃上げの話ちょ出と出たと思うんですけど僕結構そ1500円を目指すっていうのがどうやって目指すのかなって結構前から気になっていて今は1000円強みたいなでしかも全国、まだ1000 <laughs> 円にもなってないところいくつかありますね。 あのまさにご自身でおっしゃったと思うんですけど <laughs> といったときに1000円時給1000円から1500円にすると固定費の伸びとしてはかなり大きい、こうで同時にあの先ほどお持ちいただいた先週その立憲民主党が出された経済政策の中には中小企業に対する支援みたいなことも書いてらっしゃるこの両立ってどう,どうなってるのかなって気になったんですけどそ,れはそこはしょうがなくてじりじりじり上げていくしかないんじゃないですかっていう、うん。 でそこはあの、ね、確かに国会ではいやそんなの遅いとかって言ってるじゃないですか、えー、あの30年もかかるのかみたいな話をしてますけど、えー、まあ率直にそれは今の,その日本の財政状況経済状況を考えたらそのスピードをすぐにやるのは困難でしょうね。えー、それは 財政規律も重視だとすするってていいうことが書いてありますよねはそれは僕もあの正しいと思うというか別に、うん、僕は財政規律をガチガチに重視しろなんていうつもりは全然ないんですけれどもただちょっと先週出たものを見るとガチガチ重視に近い書きぶりになってないですかねいやどうなんでしょうねその書きぶりは僕はあんまり分かってないかもしれないですけど、えー、内部でそんなガチガチにってことじゃないと思います<ー>で,でも別にそこはもしかして意見食い違うかもしれませんけど、うん、財政規律って別に。 規律として重視したいじゃんっていう原理主義者ゃあんまりいないと思うんですよ。では現状認識のもとに今は重視せざるを得ないか、うん、重視しなくてもいいかっていう話だと思うんですよね。で思い切っ余裕があるんだったら出別に財政規律はそれは多少緩めだってなな特段問題ないっていうかだと思うんですけど、今現状でね現状でオー振る舞いをするのはあまりにも危険だと思いますよ。そうですかなるほど。なんか今ここまで立憲民主党の まあ政策の最近の傾向についてはとても勉強になりましたと、でまあ、立憲民主党の方向性あると思うんですけど、米山さんは国会議員は、あの先ほど、先ちょっとじゃあ、一回、解雇規制に関しての,その法の話を挟んでいいですか、なんか説明がそのコンプライアンスってい言い方をしてたので、ちょっと違うなと思ったんですけど、で僕、は大企業を例に出したんですけど、あの基本的にその大企業の場合、辞めた人が訴えるっていうのがあって、んで、裁判所で決められた例だと、解雇する場合、4つの条件満たさないと解雇しちゃいけないよねっていうのがもう判例で出てるんですよね。 で、中小企業がお前首な、明日から来なくていいよっていうのってあれ違法なんですよ。でも訴えないからまかり通ってるっていうだけで、なんでじゃあ大企業が首切れないのかっていうと、法律に従うと首切れないからなんですよね。で、その4条件っていうのが、まずその人員整理しなきゃいけませんよって話で,でそれは必要だよねっていうのがまず合理的であることと、と、解雇の回避努力義務っていうのがあって、要は配置転換しなきゃいけないんですよね。なので、ファックス作ってましたって、ファックス職人ですっていう人が、でも IT 部門人取ってんだから俺 IT 部門に入れてくれよみたいになっちゃうんですよ。 もうプログラムもできないようなやつも、他の部署で人を募集しているのであれば、そこに配置転換しなければならないっていうのがあって、結果として優秀なエンジニアを雇うんじゃなくて、使えないおじさんがなぜか社員として IT 部門に増えていくっていう構造になっちゃうんですよ。っていうのがあって、首にできないっていうのがでかいんですよね。 でその3つ目が、あの解雇者を選ぶ時の選び方が合理的ですかとか、手続きはなんかちゃんとしてますかとかなんですけど、なので大企業が実質的にちゃんと法に触れない範囲で裁判でも勝てる解雇をするとかなり難しいというのがあるので、できないっていうのは、その世間でいうコンプライアンスではなく、法の問題ですうーんと、まあ、あのまあ、そうはそうなんだけれどもっていうのがあって、まあ、 あの、別にここ反論する必要ないと思います。僕が言ったから反論したいってだけならいいんですけど。いや、違う違う、あの単に、あの現状としてって話で。いや、あの、そういう判例はあるんだけれども。でも、別に、なんていうか、まあ、その解雇の定義ってことだと思うんですよね。その。要するに、それは強制的な解雇の定義じゃないですか。うん、あの、まあ、企業都合回避。まあ、あ<の>企業都合の解雇です、ね。そうそうそう、だ、でも、別に、なんていうか、解雇の大半は、お前首、要するに、あの。 お前はクビなって言われ,る言われてで別に言うこと自体はあの違法でもない、まあ、要,は要は退職勧奨は違法でもな,なくてで「はいそうですね」って言ったらそれは解雇成立しちゃうわけですよ。うん、でまあ実際問題だからあのそういうふうに、えー、と多くのところはその無理やりのことはせずに「お前クビだよね」みたいな,なんかこうそろそろやめたらどうみたいな。あの 退職すするわけで,すよでそれで実際、嫌になって応じちゃう人は結構いて、うん、だからまあそこがコンプライアンスの問題になるっていう趣旨ですよ、と今全然違う話になってて、辞表を出してくださいっていう、<laughs> 自主的にやめてくださいというのは法律上何の問題もなんですよ、なので大企業も別に、主張金もそれはできますと、<laughs> でただ、この部門はもう成り立たないよね、だからここで働いてもらってる人を辞めなきゃいけないよねっていう、整理解雇の時の話をしてるんですよ。 でそれが大企業だとできませんっていう話なんです。よ。整理解雇まで中だ <laughs> から整理解雇に4条件が必要で、他にうまく回ってる部門があったら、例えば黒字だとダメなんですよ、生理解雇って。ファックス部門がめちゃくちゃ赤字出してて、IT 部門がめちゃくちゃ黒字出してるときって、ファックス部門なくしたらこの会社もっと黒字が出て、でもっと投資ができるのに、ファックス部門なくします、ダメです。なぜならこの会社は黒字だからってなっちゃうんですよ。 まあ、ねまあまあ、そ,れそれは,それはあの趣旨は分かったんですけど、まあ、その趣旨でだと、ま,あ、まずは整理解雇の条件をもっと緩く,す緩くすればいいっていうか、もうちょっと幅広く整理解雇がそれは法律によってよいい、裁判所でもう労働法の,あの判例いっぱいあるんで、その結果、こうなってるよねっていうところなので、それを変えるなら、法律を変えるしかないっす、うんまあ、まだそういうふうに、整理解雇、まあ、法律というか判例というか、どっだからなので、コンプライアンスではなく法ですよって僕が言ったのは、それはいいんですけど。 でも解雇って多様なね定義というか多様一つの解雇って言ってる言葉に対していろ,いろんなことを思ってる人がいるわけですよということだけですで。注釈,注釈を入れたいてことですです。もっぱら大企業界の話かもしれないです。ね先ほど米山先生おっしゃってたのはいわゆる外資系企業とかでまあもうあ,のあなたにあげる仕事ってはないと,でえっと退職にあたって多くのお金をまああの退職金払うので、はい。 えーまあ、あの退職した方がまがお互いいいんじゃないかって、まあ、事実上の,そうです、ねまあ、あの大手企業で行われているものだと思いますただ、先ほどおっしゃっていたら、まあ、中小企業にかかる問題だったので、まあ、その場合には確かに法の問題かなって決してないでもないですけ、ねまあ、法,法とでも、まあ、中小企業はそれこそ、何のパッケージもなく、首になっていて、り取、ね、っていうのがま、ひろゆきさんおっしゃってたみたいな、訴訟しないんです、ね、訴訟しないです,話ないです、うん、う。 その辺はコンンプライアンスと言いますかね解雇に関してはねウェブ上でもなんかこの間田畑さんとかが「俺は何か解雇させてきたぜ」みたいなツイートをして <laughs> <laughs> そらあかん <laughs> なんかあのまあ一回それは問題あ問題にかちゃんと取り扱いっとことあるんですけれどもここまで立憲民主党の最近の政策についてとても勉強になりましたとた、まあ、あの米山さんが何回か落選し新潟県知事辞めた後も改めてこう議員になりたいと思ってそこまでして 議員になりたたかったら米山さん最近は米山さんとしてはどんな政策に一番力を入れてるんですかまあ僕はたった今はだって法務委員会と財務金融だから、ねまあ、法務委員会とかはその結構外国人の,、ね、あの難民の問題とかやってるので、まあ、そっちやってるし財務金融はもうそれこそアベノミクスというかジニアの金融緩和系ですよねで同時に僕ライフワーク的に思ってるのはやっぱ社会保障改革といいますか。 はい、<ー>あれをきちんとやらないとというのはやっていてで具体的には,は具体的に社会保障どういうふうに社会保障、僕は言っているのはあのまず日本は全然国民皆保険ではありませんとなぜなら保険組合が山のようにあるからって何百度あ,るあるわけでしょと、ね、こ,れはこれはそもそもあまりに不合理なんですと、ね、もう一,組一国一組合にすべきですとだかそのでそので今、維新が割りに行っている維新や国民が言っているその。<laughs> 若年のね組合からその後期高齢者の組合に対してすごいお金がいってるみたいな話してるじゃないですかそれがそもそも制度設計とと。ししておかしいと高齢者からその赤ん坊から高齢者まで全部統一した組合にしてで一組合にしてでその中でちゃんと両立を全部合わせるべきであるとでかつその中でこれもこれを言うとまた石川からちょられるんですけどでもこれも公認しているのであの 医師の数ををそそろそろもう人口割で配置するることと考えるべきだとなぜならあの地方自治体の長としてやったと短いながにやったものとしてね本当に地方自治体のかなりのリソースが医師探しでもう浪費されてるともう医師を新潟県って下から2番目ぐらいですからね人口当たりの医師数は。でかつその地方における公立病院の,その赤字って大問題として扱われるんですけど。 あれれは医者さえいれば直ちに解消できるだって保険ってそういう制度だから必ず儲かる制度ですからね,ね。あれは医者がいないのに一定の総合病院を作んなきゃいけなくてでそれに対して一生ひっかき集めなきゃいけなくてしかもいない中でゴリゴリしながら運営するから赤字になるだけであってきちんとその医師を確保できてでしかも別に過剰に確保していっんじゃないんですよ。人口に対して適正な数を確保できるならそれはもう。 でできるんですよでそれは日本がの地方が抱えている大きな問題の一、まあ、つ二つを解決できるでそういうあの合理的な保険,保険制度で年金も似たようなところで年金もでも破綻にひんしてるわけですけれどこれもその年金組はちゃんと統一してねあの国民年金と厚生年金を統一してでその中でも何ていうか 報酬比例みたいなのかなり難しくなるけれども、少なくとも年金で最低限生きていけるようにはしましょうよ。っていう制度にするべきだと思いますね。で、そういうのを、あの。最終的にやりたいなと思ってますけど。うんうん、どうですかそれに関しては、じゃあ、ひのきさん、西田さんあ。なんかその人口割にしますっていう場合、そのなんかものすごい過疎の山村に住んでるおじいちゃん、おばあちゃんを見殺しにするのかって言われるっていうのも。分かっててよ、ね、よ米ません言ってるわけじゃないですか?。 <ん>なので、そういうサイコパスな人が政治家になるっていうのは、全体設計においては必要だと思うので、そういう意味で僕はあ、あなかなかいい、面白い政治家の人だなとは思いましたまず、まずサイコパスっていう、そういう言い方も非常になんだと思うんだけど、そもそもぜあの全然僕あの、地方の人を見捨てろなんて言ってない、逆だから、でだって、新潟県は人口に対して人が全然少ないの、医者が少ないので、それを人口割りにするってことは増えるんです。今なんかももととと前提が間違ってると思うけど あの地方ほど人口に対して医者いないからね、だから人口割にするってことは地方に医者が増えるってことですよ、だからそこは前提として間違って、はい、いや、間違ってたじゃん、ゃといと間違ってたじゃん、じゃあ、新潟県というところで病院がありました、でも、はい、そこの人口割にしました、実際に山村からその病院に行くまで、車で2時間かかりますってことになるので、うん、近所の病院とかできないですよねうん、まあそうね。 でもはい、なので、で<も>病院にアクセスできない高齢者の人は増えますよね、えっと、ごめん、そ,それはあの人口割りにすると増えるって言ってん、はい、人口割りにした場合に、えっと、その面積あたりの人口比率が高い場所は全然問題ないと思うんですよ。 じゃあ人口あの、まね、その面積あたりの人口比率が低いところで、人口が少ないところは、じゃあ病院は中心地に建てようで、病院から離れたところに住む人がどんどん多くなるわけじゃないですか、でもその人たちはアクセスできないよねって、普通に計算でできる話だと思うんですけど、なので、<や>ただ、それがよくないと言われると思うけど、僕はそれは賛成ですって話だったんですよ。いやそうじゃな、ね、でもなんか、それ自体を否定するのであれば、単に計算ができない人なのかなと思っちゃうんですけどいやまたそういう罵倒を入れるしね、もう本当にそういうのやめたほうがいいよ、<laughs> 本当に今後。 いつまでもケロイ星さん人気保てないからねそんなバトばっかりしてると来る人いなくなってで普通の議論をすればいいんだけれどまずね人口割っていうその人口をどのぐらいの範囲で取るかなわけですよだって別に僕あの1平方メートルあたり人口割りにしろなんて言ってるわけじゃないわけでまず例えば県単位でやったら少なくとも新潟県は増えるわけですよでそうしたら今見た,見たことは全然起こんないねだって新潟県増えるんだから それをわざわざもう1平方メートルあたりで医者を配置するなんてバカなことしっこないわけです。で、ね、まず人口割りにした上でねだ2時間とか言ったけどそれは新潟県の土建王国で新潟県に限らず実は日本はもうだからそこはでしかも今の医療はその人数いないとできないから新潟県の中の中学都市にね中核病院を建ててでそこに人数割りできた十分な医者を計画的に配置して。 でその上で来てもらえばいいわけさで何ならだってヘリだって飛ばしちゃいいんだし、ね、全然あの医者がいない中で必死で医療を維持するコストってものすごくべらぼうでそんなことするぐらいだったら別にちゃんと新潟県全体として医者がいてで中核病院がちゃんとあってでそこにもう何ならボンボンヘリ飛ばしますと休館はどんどんヘリ飛ばしますと。 ね、ヘリで来れない全然そ,のそういうのが必要でない人は、まあ、別に自分の車で来れる人は来たらいいし車に乗れない人はなんか乗り合いバスみたいなの来たらいいしって言うしたらそれ十分解決しますよと言ってるのであって全然ねあの1平方メーター1キロ平方単位でやるなんて言ってないですからねそういう前提をまずすり合わせましょうよ。別にあの前提をすり合わせて話しておかしいと思ったらおかしいと思っていい,い,いんだけど。 いきなり自分の前提でねなんかだって話しだしていや俺そんな全体話しないっていうのにサイコパスとかね言い出すとさ議論になんないからはいヘリ飛ばすという前提がもう狂ってると思うんですけど狂ってい例えばじゃあなんか風になりました解熱剤が欲しいですそれヘリ飛ばすの誰がお金払うんですかなんから聞いてるさっき言っ急患はヘリ飛ばすけど、うん 必要ない人は自分の車で行けないし、車で行かない人は二時間乗り合いバスやればいいって言ったでしょ、ね。最後まで聞けないよ。乗り合いバスはじゃどういうヒントで出すんですか？ほとんど病院に行く人がない、乾燥で、そ<う>でそのために全然乗る必要なくて乗り合いバス出し続けるんですか？あ、まずね。地方でバス路線どんどん減ってるので、あなね。まずそもそも二時間かかるような場所あんまりありませんっだからあります。 全全くないですか日本全国にそれもね、日本全国に1個ぐらい、1個や2個あることと、個個や2個ですか全体的なね医療制度のことを考えることは別だからいや、別じゃないです、そこに人が住んでいるというのは事実です。あのね、でじゃあ、二 <laughs> 次会場上かかる人は別だから、知ったことじゃないようになるんですか <laughs> で物事の考え方とか、問題に対する受け止め方というのが、僕はやっぱり人の上に立つべきではないと思ってるんですよ。だから思ったらええ 僕はひろゆきさん嫌いだからねなんで米岡さんひろゆきさん嫌いなんですかそれはねリハックではですね、えー、サブスクのまったりリハックという、えー、サイトもやっております、えー、こちらはですね、えー、無題とか、えー、リハックスとか経済の森の、えー、格屋トークとかバッタトークみたいなのも たままにちょ,こちょこ配信したりしりてますコンビだっけながらちょこっ,っ,っとした話を、えー、したり意外とそこが面白かったりしてます。あと生配信とかたまにやったりしてますので、えー、皆さんもライブに来会たりしながらお、えー、話をさせていただくのですが、えー、私、非常に楽しみにさせていただいております。本当にいいまあ全然登録した方も大丈夫ですし、チラッと登録した方は、えー、登録して,てください。えー、引き続きよろしくお願いします。